ロッキー5、最後のドラマは、1990年制作の、アメリカ合衆国の映画、ロッキーシリーズの5作目であり、ロッキー4、炎の友情の続編。シリーズ1作目で監督を務め、各方面で絶賛されたジョン・ジー・アビルドセンを、再び監督として招聘し、ロッキーシリーズに終止符を打つ作品として制作された。 しかし結果としては、シリーズ最低の興業成績で作品の内容的にも酷評された。本作でストーリーは一応完結する形をとっており、前述の理由も重なり、ロッキーシリーズは完結したと認識されていたが、2006年に、スタロー自らの脚本、監督で、続編、ロッキーザファイナルが制作され、同年12月20日より全米で公開された。 ソ連の強豪ボクサードラゴを破って、アメリカに帰国したロッキー・バルボアは、その後会計士の不正により破産。その上、度重なる激闘により、脳に回復不能となるほどのダメージが蓄積しており、妻、エイドリアンの説得もあって、ついに引退を決意する。フィラデルフィアに帰郷したロッキーは、今は亡きかつてのトレーナーミッキーのジムで、白人親衛ボクサーのトミーガンを育て、トレーナーとして、 第二の人生を歩み始めていた。一方、思春期に差し掛かった息子のロッキー・ジュニアは、トミーの育成に夢中になっていく父に対し、自分から離れていく、違和感を抱き始め心に影を落とし、父に反抗し始める。そうした状況に突如現れた派手な黒人プロモーター、ジョージ・ワシントン・デュークは、黒人ボクサーのユニオン・ケインとの対戦のために、ロッキーに、 現役復帰を打診するが、ロッキーは反対する家族の思いを優先させる。すると、デュークの職詞は、ロッキーの愛弟子として、快進撃を続けるトミーに向けられる。そして甘い誘惑により、トミーをロッキーの元から引き抜く。喪失感の中、本当に大事なものに気づいたロッキーは、やがて、ジュニアとの中を修復していく。金と名誉を欲するトミーは、かつて、 ロッキーと共に夢と希望を抱いてトレーニングを積み重ねた心を失っていた。そしてトミー対ケインのタイトルマッチが行われるがトミーが恩人ロッキーを捨てたことを知っている監修は不満を抱きブーイングやヤジを飛ばすばかりであった。ケインをあっけなく撃破したトミーは新チャンピオンになるが観客からは受け入れられなかった。試合後トミーはデュークと共に マスコミの前で新チャンピオンを名乗り出るが、ケインは偽のチャンピオンだ。あの試合は八百朝だと非難される。そのため別人のように変わってしまったトミーは、デュークの提案でロッキーとの指定対決を望む。酒場でロッキーの前に現れたトミーは侮辱の言葉を浴びせながら試合を要求する。それを耳にした義兄、ポーリーはトミーに絶戦で応戦するも殴り倒されてしまう。 この暴挙でロッキーはついにトミーに怒りをぶつける。その戦いは、周囲の人々とテレビカメラが見守る、チューストリートファイトへと発展した。ロッキーは、戦いの最中、大発作に見舞われ意識を失いかけるも、幻覚の中にかいまみた、嫉妬するミッキーの姿とその言葉に、再び奮起し見事勝利。真の英雄の意地と力を見せつけたのだった。息子に手を引かれ、 現役時代にトレーニングを積んだフィラデルフィア美術館の正面階段を行きも絶え絶えに駆け上がるロッキーにもはやかつての足取りはない。だがそこにはボクサー人生を全うした男の爽やかな笑顔があった。新英ボクサー役で出演したトミー・モリソンは WBO IBC のプロボクシング世界ヘビー級チャンピオンであり当時黒人が活躍の中心である。 ボクシング界において、ホワイトホープ、白人の希望として注目された。ロッキー・ジュニア役で出演した政治スタローンは、シルベスター・スタローンの実施である。悪徳黒人プロモーターとして登場する、ジョージ・ワシントン・デュークは、モハメド・アリア、マイク・タイソンなどの試合をプロモートし、世界規模で著名なプロモーターのドン・キングがモデルであると言われている。キングは、シリーズ3作目まで登場していた。 ミッキーのモデルとも言われる、明白落カスダマトが激しく嫌っていたことでも有名である。前作、ロッキー4、炎の友情に続き、第11回ゴールデンラズベリー賞10部門中の7部門にノミネートされるという、ありがたくない結果を残した。今回はノミネートのみで受賞は免れたが、演技が酷評されていた、スタローン以外に一作目では絶賛された、アビルドセン監督、 タリア社やバートヤングもノミネートされ優秀の美を飾るというわけにはいかなかった。スタローン自身は前年にこの10年最低主演団優勝を受賞し、ラジー賞からはすでに歴史に残る最低男優のレッテルを貼られている。本作で監督を務めたジョンジー・ビルドセンが2002年頃にオンラインで公開していたディレクターズ・カット版。このアナザーバージョンは 映画完成当初に公開を予定していた編集がされる前のものであり、劇場公開版やソフト版と比べると、ビルコンティ作曲の音楽が多く使われているほか、約10分ほどのカットされた未公開シーンが追加されており、1作目に登場したリトルマリーが再登場しているほか、ストリートファイトのシーンも通常版とは大きく内容が異なっている。このアナザーバージョンは2017年現在、 VHSDVD どもに一般には出回っていないが第三者の手によって動画サイトなどに映像が流出している。ありがとうございます。